両手を天に向かって突き出し、膝を落として体を垂直に沈めます。この時大きな声でポンと声を発するのがポイントです。声で相手をひるませた瞬間、ポン体を沈めてすり抜けます。それではもう一度見てみましょう。ポン。自分は大丈夫、そう思っていませんか？もしもは突然やってきます。そんな時、森岡流女性のためのご身術、ぜひご活用ください。